私たちは今、モンスターハンターしている。いや、あいつモンハンのやつと違う。突然だけど、オープン主がスイッチ持ってないせいでモンスターが幻想入りしたわ。はぁ、この異変を早期解決すべく一狩り行ってきなさい。私白霊の巫女なんだけど、ハンターじゃないんだけど。この世の生き物は皆すべからくハンターなのよ。私だって今凛之助さんの、ハンティングで忙しいの。黙れしゃべんな、お前をハンティングするぞ。退治できたら珍しいお肉も手に入るに違いないわ。任せておけ。頼むわね。そこからなんで私が出てきてんだ。霊夢一人で狩りに行けばいいだろうが。オンラインマルチプレイはモンハンの醍醐味の一つ。いやこれオフラインじゃん。リアルで集まってやってるだけじゃん。より多くのことを楽しむためには外せない要素だ。狩りに行くのに楽しむもクソもないわ。一人で行ってくたばりやがれ。お嬢様、他人に対してくたばれなどというものではありません。不謹慎ですよ。お前もしかして状況を楽しんでる？生物を合法的に切れるなんて、なんて素晴らしいイベントなんだ。おいこいつの方がよっぽど不謹慎なこと言ってるぞ。よし、チームを結成できたところでまずはキャンプに行くぞ。待て待て待て、私は一言も参加するなんて言ってないぞ。参加するなんて言ってないのに。私は双剣で行くわね。いや私に投入だし双剣は私だよ。あなたのは双剣にしては長すぎでしょ。滝の方が合ってるんじゃない。私がまだ話してるだろうが。お嬢様はどうされます？グングニル持ってるからやっぱりランスでしょ。モンハンライズではどこの最強武器ランキングも下位ランクにいるのでやめてもらっていいですか。ランスをバカにするなよ。自力でジャンプしてノリを狙える武器なんだからな。ちゃんと貢献できるんだからな。それはワールドでの話です。ライズではそういうなるものにとって変わられています。それにランスは動きが地味、火力が中途半端、ガンランスに勝てるところがない、一流の使い手ならガードがいらないので鈍足なだけ、初心者には使いづらいなどの理由により、もはやランスに人権はありません。お前ランスに恨みでもあんの？割とよく使っていた方ですが。何か、お前にランス愛はないのか？使っていたからこそわかることもあるのですよ。だったら私も使ってるんだから少しは擁護しろ。じゃあ私はここで肉焼いてるから片付いたら教えてくれ。こいつが一番戦力外なこと言ってるぞ。モンスターの前にこいつをどうにかしてくれ。そんな肉を軽んずるようなこと言ってるレミリア。さては素人だな。おいおい、最近のお前的にこっち側だろ。なんで今日だけ 100% ボケに回ってんだ。スタミナ管理は大事です。うるせえよお前は、ちょっと黙ってろ。私が肉焼きを志願してるのにはちゃんと理由があってな。聞いてないわ。体力とスタミナが25しかない。まだ始まってもいないのになんでだよ。支援物資もないから肉食わなきゃ死んじゃう。いいよもうそのままで、とっとと挑んでやられろ。3回やられたらみんな仲良くあの世行きだ。なんで命恐竜になってんの。村に戻るだけで許してよ。さすがにこのまま連れていくわけにはいかないわね。冷戦から飛躍もらってたから飲む。もうこの流れは変えられないんだな。こうなったらせめてできる限り万全な体制で臨もう。ブオワー。なんでだー。どうやら外れを引いたようね。まあ、力尽きたことにより体力満タンになるし。なるほど。ものは考えようね。くそ。私としたことが、永遠帝の薬なんて飲むんじゃなかったわ。おい体力25のままだぞ。どうなってんだ。その姿も久しぶりね。あー、お前。でね、ピチュリアだ。あの時に不明な言いがかりで私はあの世気にしたやつ。ピチュリアと言ってみんさい、ピチュリアだ。そっか、あなた見るの初めてなのね。あ、あの、あ、あれはですね、ちょっと魔が差したと言いますか、わざとじゃないんだよ。もう運動無用。いやあり。今モンハンやってるんだから基本フレンドリーファイアはないわよ。なんだよそれー。ふ、ふ、ふ、今のあなたではこの私をほふることはできないのよ。残念だったわね、ヨウム。目には目を。爆発には爆発を。おい、昨夜。なんでしょうか、お嬢様。なんでしょうじゃねえよ。何もしてないのにもう荷物だぞ。さっきの言葉が本当なら次で千年間の御前だぞ。大丈夫なのか？このまま行ってクエストコンプリートできるのか？ちなみにクエスト放棄はできない模様です。もはやおなじみの不思議な力。頑張りましょうお嬢様。誰かそもそもの元凶をここに連れてきてくれ。ご視聴いただきありがとうございました。よかったらこちらからもう一本動画を見に行っていただけると嬉しいですわ。